こんにちは、こんばんは。ゆうゆうチャンネルへようこそ。さあ、今早くもセブンイレブンにやってきています。なんか顔違くないですか？そんなことはどうでもいいですね。今ですね、実はヒカキンさんが発売した、味噌キンラーメン、本日、8月10日、再販の日ということで、私、先ほど、夜中にあげました。夜中にうろうろと、味噌菌を買いに行く動画ですね。そちらで18時から販売が始まるというのを、教えてくださった、セブンイレブンさんに来ています。今時刻は5時20分です。5時、17時20分40分早く来ました。でね、あのお隣見えます？隣の車とかうちの車とか、まあ気のせいだと思うんですけど、あの車たくさん止まってって、車の中に皆さん人が皆さん乗ってるんですよね。全ての車に人が乗ってて、これ18時のもしかして、味噌菌狙いで待っているんじゃないかとか妄想しておりますというか、私の仕事バージョンと旅バージョンがえらい違って、ちょっとお恥ずかしいですけども昨日の夜中のすっぴんでの投稿もちょっと今更なんですけど、まあ、今はねちょっと恥ずかしく感じてきましたけれども、今からですね、私の予想では、日本人はね真面目ですから、18時から売り出しますと言ったら、30分前から陳列が始まるんじゃないかなと思って早めに、仕事を終えてきました。で、陳列が始まると、まあバーゲンあるあるなんですけど、横から、こう強奪していくね人がいては、私手に入らないといけないので、まあ、強奪し始めたら一緒に取るみたいな。いやいや、それはちょっとそんなこと言っちゃダメですよ。18時までおとなしく待ちましょうよなんてね言いたいんですけど、今日は絶対ゲットするって思ってますから、ゲットのつもりで来ていますからね。負けるわけにはいかないんですけど、あ、ここね、ちゃんと入り口の自動ドアのところに味噌菌のお知らせちゃんと貼ってあります。だから対策はきちっと練ってらっしゃるので、あの皆さんにちゃんと行き渡るように販売されるんでしょうね。なんか車がすごいたくさん止まってるので、こんなにコンビニってたくさん人入ってるんですかね。私いつもそんなに長いこといないのでわかんないんですけど、じゃあ行ってみましょう。前置き長くなりました、すいません。ではちょっと様子見に行きます。今ね、あの荷物を持ってきた配達の方が見えて、その方が入ってみ行かれたら、皆さん車から降りていかれました。これはちょっとね、私も降ります。あのですね、さっき一回中入ったんですよ。そしたら車に乗ってた方が、皆さん味噌菌を求めてカウンターに聞きに行かれてましたね。結構な方がね、このセブンイレブン周辺中外に集まっています。こんなラーメンを求めてこんな事態になってるなんてすごくないですか。なんかまあね、ヒカキンさんの、人気、改めてこの日本のね、大人気 YouTuber ということで皆さんに愛されてるんですね。はい、まあそのね、このお祭りに参加させてもらってる私も一人ですけれども、今日はね絶対に、まあ、なんか入り口からね出ていらっしゃる方がなんか何持ってるのかねドキドキします。君まさか先に買ってないよねみたいな感じになってさっきからずっとここで刑事みたいに見張っておりますけれどもね。車に乗ってた人たち、あ、まだ乗って待ってますね。みんなこれ
18時まで車から降りなかったらもう他のお客様全然物買えなくてね、なんかちょっとご迷惑な気がしますけれども、まあまあな人数が、あのね、列を作るわけでもなく、しょうがないんですよね。うろちょろして待ってるしかない感じで、明らかにラーメンですね、皆さん。はい、入っていきました。ラーメン来ましたね。ありがとうございますということでね、こんなに、セブンイレブンの配達してくださる方が、ご厚が指していることは今まであったでしょうか。ありがたいです。この暑いのにね、味噌菌を各セブンイレブンに運んでくださって、まあ、こんなことも言ってないで、私もそろそろ県内に入りましょうかね。なんか携帯の調子が悪くて、買うところ取れないかもしれないんですけど、大事なとこ取れなくてどうするみたいな。さあ、では皆さんね、待ってます。私も並びに行ってきます。これ並んでませんよね。これって並んでるんですか。並んでないです。並んでないです。作れない。でもみんな並んでるのに、せっかくね、ねえ、せめて順番に ね、 ねやってあげたら、もう勝手に並んでおってもいいかもしれませんね。販売にも声かけちゃってるんで、6時に来てくれた方がもう並んでるとなくなっちゃうんで、まだまだ並びの列にもうちょっと、もうでも結構います。困ってる。店員さんも困ってる。すごいことになってる。そうなんですよね。そうなんですよ。祭りディズニーランドです。そのまま待ちくださいね。大きなコンビニなんですけど、店内一周列ができている。これは全員買えないですね。残念ながら。そんな数ない。はい、というわけで帰ってまいりました。さあ、収穫はこちら、味噌菌ラーメンと味噌菌飯買えました。皆さんね、セブンイレブンの前で買えましたの動画撮ってらっしゃいました。嬉しそうに、すっごい、もう何ですかね、ディズニーランドでもう新しいアトラクションができて並んでいるかのように、どんどん列が長くなっていって、もう多分後ろの方の方は買えないと思いますって言ってるんですけど、皆さん諦めずにね、並んでいかれてて、まあ一人ずつ制限はあるんですけど、まあ、家族全員でねいらっしゃってる方とかは、まあ4人家族だと、16個買っていかれたりとかするともうないですよね。なんかコンビニの方もね、なんか5箱ぐらいしか入ってきてないんですよって言ってて、確かにね、どれだけでも買えたらコンビニの方も儲かるかもしれないですけど、あれだけしかいらっしゃらないとなると、皆さん何か買って帰ってくださればいいですけど、あれでなんかがっかりしたね、後ろ姿を送り出す、コンビニの方も大変かもしれないなと、今回は改めて自分の手でねゲットして思いました。そしてね、
そのセブンイレブンさんの前でこうやりましたみたいなの撮りたかったんですけど、そのがっかりしてる方たちのね目の前でなんか変えた自分だけがこう嬉しそうにするっていうのがなんかちょっと申し訳なくてできませんで、あのお家に帰ってきたわけなんですけれども、今回もなんかね前後にいらっしゃった方たちのお話によると、もうやっぱり昨日からね売り始めているお店もたくさんあって、でいろんなところ回っていらっしゃった方たちがここ時間が決まっているということで集まって見えてたみたいですね。店員さんたちも大変そうでした。他のものを買いに来た方も車は止められないんだし、レジは並んでてなんかもうわけわからないことになってるんだしで、まあ店長さんがねこのラーメン以外の方はどうぞこちらのレジへって言って見えたので、さすがね2度目ということもあって店員さんも対処がねお上手になってましたが、ねえすごいことなんですねこのラーメンの威力は。もうなんかまたもったいなくて食べれんくなっちゃうやつですけど、今日はね、早速これいただいてみようと思ってます。はい、この場をお借りしまして、こういうね限定発売のものが出て参加させていただくのは、もちろん皆さんねされててワイワイ楽しんでらっしゃると思うんですけど、私はこのようにこういうものが出たことに参加プラスこの配信までさせていただいてて本当楽しませていただきました。これからもねなんかこれに詰まったヒカキンさんの思いなんか少しでも感じ取って、自分になんていうかこの未来にねここから何かこれ種になればなと思ってます。はい、まあ私のような、まだまだ駆け出し YouTuber ですが、はい、というわけでみそぎなんとか自分の手で手に入れることができました。そして前回もね前回発売された時にくださった方応援していろんな方にちょっとご報告も兼ね一生懸命買いに行ったぞっていうのをね今回はこの締め動画みたいなのを作ってみたかったので、今回も投稿させていただきました。はい、みそきんは多分今日ですね、早速いただきます。ラーメンに、飯1ということで家族で1個ずつ食べて終了となりますけれども、これからも、私ともどもですね、ともども、偉そうにそういう意味じゃないんです、ヒカキンさんにね応援して頑張っていただきたいなっていうのと、私も、追いかけていきますはい、私は去年からですね YouTube させていただいておりまして、旅に行ったり、日常に楽しいことを見つけたり、いろいろしてうちのにゃんこちゃん出してみたり、なんか、日々ですね楽しいことは身近にあるぞとか、気分転換は海外旅行に行くんだぞとかね、貝を拾いに行って海を満喫するぞとか、なんか自分の好きなことを自由に発信しております。ぜひ今回の動画をスタートにですねなんていうブツブツなんでしょう、他の動画もね見ていただきたいなとも思います。先日ですね、ベトナムや、どこフィリピンとかね行っておりまして、去年はね沖縄行っておりましたけれども、はい、そんな感じで、のんびり、YouTube やっております。皆さんぜひ、チャンネル登録よろしければ、ポチッとお願いいたします。そして、今回の動画面白かったぞと思われた方、この味噌菌変えたぞっていう方、ぜひ、ポチッとして、いいね押して帰ってください。はい、皆さんでこうやって共有できたこと、とても光栄に思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
忘れた。最初はブンブンじゃんけんほい。時々思い出すことがある、遠い記憶のサイン、小さな手のひらのぬくもりが少し大きく